異教科の拠点がやられちゃってるね。なんもねえ。で、この辺を牛耳ってたであろうデカめの拠点がやられちゃってます。以前この拠点の人たちにボルワークで撃たれたんだよな。だからまあこの辺のほとんどの拠点はレイドされちゃったことになるね。だからこのサーバー急激に人が減ってってるんですよね。なかなかもう人も増えてかないし、淘汰される一方なんじゃないかな、拠点。まあ自分の拠点は今のところそこまでね、大きいわけじゃないんで、レイド対象になってないと思うんですけど、このサーバーに拠点がなくなってったら、いずれ自分の拠点もやられそうだな。今ですね、拠点に梱包爆薬が10枚ほどあるんで、レイド行きたいんですけど、ここはやられちゃってんな。抜きやすくて美味しそうな拠点をちょっと探したいと思います。まあでもちょっとリスクあるけどな、セーフゾーン近辺の拠点の方が美味しそうではあるかもね。一応扉コードロックで 2×2 か。まあコードロックってことで複数人でやってそうだから、キーロックかコードロックかで言ったらコードロックの拠点抜きたいな。さっきの拠点とか最低でも板金の扉2枚はついてるんだけど、壁抜きしてタンス狙った方がいいかな。この拠点も抜かれてる。お、工具棚あるじゃん。小さな木箱の中身は取られてるんだけど、これ工具棚壊されてないんじゃないか。風化もしてないしね。一応ヒアのレシピあるんで壊しに来てもいいかも。はしごが出た。これもリサーチしたいね。なんだこの拠点。床が危険か。火炎放射器とかあったらね、燃やせるんだけど。この辺ウォータープラントが近くにあるんですけど、ちっちゃめの拠点はないな。まあ2階建てとか3階建てとか、外壁囲った拠点とか、ここはやられてるけどね。タンスもないな。この拠点とかもでかいしね。タレットついてんの。まあ草原の方とかも結構拠点ありそうだけど、今回はさっきの砂漠で見た拠点抜きに行こうかな。あそこの拠点もやられてる。無事帰宅。この抜かれてる拠点がすごい気になった。壁抜きでやられたのか。なるほど、ここがタンスだったんだ。これぐらいの規模の拠点でもやられてるってことは、自分の拠点もやばそうだな。なるほどね。ということで、梱包10枚持ちました。そしてヒアだったりタンス取った後に建築する用のアイテムを持ったので、まあ、2×2ではあるんですけど、拠点を抜きに行こうと思います。こう向かってる最中に絡まれるのが一番嫌だね。で、まあ、扉から抜いたらもしかしたらね、梱包爆薬8枚でいけるかもしれないんですけど、まあ、もしかしたら3枚以上ついてるかもしれないんで、リスクあるけど壁抜きしようと思います。どうなんだろう、爆発音させてたら人寄ってくんのかな。まあ、なんかこのサーバーほんと砂漠には全然人がいないイメージなんで、まあ、だいぶ楽観的ではあるんですけどね。ということで拠点に着きました。裏側のここに梱包をつけたいと思います。では早速貼っちゃいましょう。リモース。10枚投げなきゃだからな。ラスト、ほら、いい感じに爆発してくれてる。2枚不発か。あります。いいね、調子いい。砂漠地帯だから爆発がスムーズだ。ラスト頑張れ、タンス来い。空洞で、うわ扉ありそう。扉あった、ミスったな。
でも寝袋がない。うわ、まず、クソまずいんだけど。あ、でも寝袋2枚あるわ。なるほど、あと4枚必要なんだ。いや、入ってるアイテムまずすぎな。まあでも食べ物欲しかったんで、これはうまいけど。拠点戻ってあと4枚クラフトしてくるか。でもまあその前にこの工具棚を燃やしましょう。なんもないかもしれないけど、白石は入ってそうなんだよな。まああの拠点扉から抜いてたら梱包12枚必要で、壁抜きだと14枚だね。なるほど、あんまり入ってねえわ。では一旦持って帰りましょう。梱包の爆発音結構鳴ってはいたけど、人は寄ってこなかったですね。まあ動物はめちゃめちゃいる。なんか戦い出したし。無事帰宅。拠点のロープを確認したところ、3フィートしかないんで、梱包3枚しかクラフトできません。なので裁縫を分解しに行かないといけないな。今アイテム分解しにセーフゾーン来てたんですけど、この近くでロケットランチャーのレイドンがし始めた。布でロープを買っていこうと思います。少しもったいないけどね。ロケットの音してるわ。ということで、梱包爆薬4枚準備できました。最後の両開きを壊しに行きます。夜になる前に抜き切りたいな。まあ多分最深部にチェスト2箱ぐらいと、まあ工具棚の中身だね。結構近いからな。梱包爆薬の音させたら、まあ来ないとは思うけど、もしかしたらがありえるね。ということで着きました。では梱包掘り申す。ラスト。1枚不発。また不発。割れろ。遅いぞ。また不発。オッケー。鍵かかってない。あ、かかってるわ。ワークベンチレベル1。反対向いてるしな。あんまり美味しくなさそうだ。扉つけて見ていきましょう。お、梱包爆薬。ロープ24フィート。まだ部品ケース。赤のキーカードあるんだ。そして、工具棚。お、結構石、え？スクラップ743？うま？え、マジか。当たりじゃん。硫黄とか火薬系はないんすけど、まあ、常勤とかも美味しいし、スクラップマジで当たりだわ。ということで持って帰ろうかな。まあ、残りの資材系とか、まあ、自分が持ってきた弓とかはいらないかな。このスクラップの量はでかいっすね。あとは邪魔されずに持って帰れるか。まあでも全然武器とか入ってなかったな。奴隷ばっかしてたんだ。まあそれかロストしちゃったか。こういう時にめちゃくちゃ馬欲しいな。今すげえドキドキしながら帰ってる。よし、無事帰宅。でかい。まあ壁壊した時は外れかなと思ってたんですけど、まあ、最終的に工具棚見たら大当たりでしたね。でまあ白石とかも手に入ったんで、まあ、次回あたりこの拠点もっと固くしたいですね。結構周りで、レイド頻繁に起きてるっぽいんで。でまああと今回手に入れたこのスクラップ使ってレベル3ベンチなんかも、まあ、クラフトを視野に入れたいなと思ってます。